バングラデシュの首都のダッカにいます。で、昔赤軍派のメンバーが、ね、あのハイジャックしたダッカ行きの噂の場所、ここがね旧、空港らしいです。今新しい空港がねもうちょっと先にできたんですけど、この前にあった空港っていうのがここですね。最近赤軍派のメンバー一人いなくなったと思うんですけどね、下だと思うんですけど、まあここですね、舞台の場所は噂の落下事件ですね。すごいですね。これからかなり年数経ってますけどね。すごい。ちょっと今塀があってね、ちょっと見づらいんですけど、ね、向こう側、ね、今ビルが見えるラストの辺がもう空港だと思うんですけどね。今クー君とね、バングラデシュのクー君の施設があるらしいです。